はい、毎度お越しでございます、はい、さあ本日は、はい、ホンダ、はい、シビックタイプ R 通称コブダイ諸説ありそう、まあ、俺の中ではという、はいはい、ということでね、タイプ R さんでございますね。現行のタイプ R さんになりますね、はい、なんかもう欲しくても買えないらしいな。抽選なかなか注文を受けてくれるところも少ないみたいなことを言いよったけどな。品薄商法そう、そういうこと言うのやめなさい。あ、ごめんなさい。もうあの大きなものにはもう俺は巻かれて生きていくってこの間決めたんやけお前長いものを大歓迎っていうことだ。はい、まあ、ということでね、そのシビック R さんの方をちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、はい、まあ、みんな大好きシビック R でございますよ、うん、ね、まあ、じゃあもうどんどん行っていこうかと思います。特徴的なのとしてはこのリアのね、はい、ディフューザー処理ですね。そうですね、はい、もう確実にもディフューザーとしてこう後ろの、整流ができるようにっていうふうにファッツって作りになってますね、うん、ここのところが。レーシングカーっぽい。レーシングカーっぽいですね、うん、なんでまずもうやっぱりもちろんそのまあ効果もあるよ、空力的な、うん、でもかっこがいい。かっこいいっすよ。これ大事なんよ。ディフューザーついてるとね、うん、やっぱかっこいい。かっこいい。うん、いやこれが大事なんで、かっこがいいっていうのは。なので、まあ、それでこういう風になっております。はい、で、まあ、特徴的なこの3本出しマフラーでございますね。はい、通常時は確か2本方だったと思うのよ。はいはいはい。で、確か真ん中には、あ、見えるな、なんとなく。こっちから見えるかな。あ、ここから見えるかな。ここ見えるか。あー、ギリ。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 はい。ギリギリ。で、後ろから見たらより見えるかな。あれですね、なんか俺の役で、はい、まあ、バルブがついていて、まあ、あの状況に合わせてこの真ん中を開ける抜ける開ける抜けるっていうのをちょっとやっております、はい、っていうぐらい、まあ、排気の方に関しても、まあ、もちろんね昨今の加速騒音規制っていうのに対応するためっていう目的はあるんですが、まあ、あの積極的にそういうのも活用していこう、まあ、ターボモデルっていうのもあるんだけどね、うんうん、もあります。であとはこれリア足回りなんですが、はい、マルチリンクになっております、はい、こちらにロアアームがズドン1本あったと思ったらこっちにもアームがズドン1本あって、はい、フロント側からグーンとこうアームが1本伸びていて、これがまずナックルの方を指示します、はい、でナックルの方はアルミですね、はいはいはい、形状を見てわかる、すごいゴリゴリ作り組んであるんだ。確かに、うわ、奥の座繰りとかえげつないやろ、ほんまに。これね、うん、激ムズですよ、これ。これ抜く激ムズやで、ほんまに。もう、ああこれ設計してって言われたらちょっと、ああもう違う人になってなるぐらい。だってここ見えるかな、ここわざわざ抜いてあるやつ、ここ見てほしいんやって、これ。ああこれね、めちゃめちゃ焼きつくんですって、これ金型ね。なんでまあ本当にこういうで、あとはこの前側からみたいに見えるかいの、はい、この上側のアッパーアームのこの形状だよ。もうクニーンってなってるでしょ、こう、こうクニーンって。なぜこうすごいな。で多分それはまあおそらくなんだけど、ベース車っていうのが、はい、まあ、基本的に居住性っていうのが持たなきゃいけないシビックっていうのもあって、うん、もうここの厚みがないのよ。あ、そうか、室内空間を室内空間優先したらそうこのスペースがなくなっちゃう。そういうこと、はい、だからその限られたスペースの中でも追従性がいいものを作ろうっていうその努力の成果っていうのがもうここに全て現れている。なるほど、うん、だからこれが例えばもっと自由度が高いところで作れるんだったら、まあ、こんなこともないかもしれないけど、まあ、そこがそのいわゆるこのタイプ R の腕の見せ所だよ。はいはいはい、はい、まあ、ということでそのままねググッとこうまっすぐ前の方に行きまして、うん、まあ、もうマフラーが太い太いですね、はい、マフラーが太いでございます、うん、でその太いマフラーをドドンといって、はい、もうアンダーボディの方もですね、もう外車と同じようにもうこういう風にあのフェルト系のやつで全部覆ってます、うん、もう現代の車、ね、現代の車ですね、はいはい、なんでまあそんな風にグイ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 ってなって、はい、でまあどっちでもいいポイントかもしれないけど、俺な、うん、意外とホンダ好きなのの理由の一つにこれがあるって、はいはい、ジャッキポイント激分かりやすいっていう。確かに、せやろ、なんかこうジャッキポイント分かりやすいありがたいんやって。切り替えてあるやつって結構多いじゃないですか。ありますね、はい、これは出っ張ってるんですね。そうなんです、出っ張って、でちゃんと受けっぽいのがいてくれるので、ものすごくこれ俺個人的大好き、はい、なんでラブホンダさんです、こういうところはね、はい、で、まあ、このアンパネがねもうずっとあって、もう前側のところがね、うん、もう正直あの覗くことはできません。で、ね、まあ、ちょっとお客様 あのフラッと来ていただいている車両でございますので、はい、まあ、あのちょっと外したりはしませんが、うん、これだけアンダーフロアの処理 もうめちゃくちゃパチパチに綺麗にやってます。そうですね、はい、でも、はい、ですよこれ、あ、こういうところがね優しい、優しいんですよ、うん、優しい、ね、
はい、なんでまあそういうのも見えたりとかします、はい、であとは、ちょっと見にくいんやけどここら辺にねマフラーがあって、はい、ここら辺からグイッとターボモデルがありますので、まあ、ちょっとねあとはもう上からちょっと見てみましょう。あ、そうですね、はい、あとはこれフロント側ですね、はい、これちょっと見ていただきたいのが、はい、グイグイアクセルです。はい、あのなんかずっと、はい、しょっちゅう言ってるやつ、はい、グイグイアクセルがついておりますので、はい、ここに仮想キングピンを作るためのこのナックルがおるんですね、はい、でっかい、はいはいはい、でその上側にストラットがぶっ刺さっとるわけでございますよ。ああ、はいはいはい、はい、そうすることによって点出した時とかに、はい、まあ、仮想キングピンによってその要はトルク性があんまり起きなかったりとか、はい、フロントのトラクションを高めることができるっていう、はい、メガーンさんとかもね、そうですね、使ってましたけれども、うん、まあ、あの基本的になので FF なんだけどそのあんまり FF っぽくないハンドリングというか、うん、もあの感じることがこれできるようになってますし、うん、まあもうだってもうでっかいよ。でかいっすね、これなんかもうほんまに。であとはどっちが見やすい、こっちが見やすいかな、こっちから見える、ここにこれアナックポツが開いてるの分かる、これはいはい、穴ポツアイトルでしょ、はい、で穴ポツアイトル先っちょに、はい、やつをちょっとカット取ったら、はい、この辺からズモーンって入った空気が、はい、この穴ポコここね、はい、これが こ, こ, から、はい、ここからブワーって出てきたと思ったらこっち側に行ったらこれちゃんと同風板があって、レーシングかよ、そういうことよ、わかる、ブレーキちゃんと冷えるよ、ブレーキキューンってやった時にもへこたれないような作りになっているっていうこと、うん、でさらにもう輪をかけて、うん、はい、スピースローターです。なぜ、え、あ、やっぱりもうあれですよ、フロントブレーキをそれだけ酷使するんですよ。あ、なるほど、おい、もうサーキットユースしてくれた、そうです、なのでパイロットスポーツの 4S、 しかもタイヤサイズが、26530ZR19、 すごい、買える、いやはい、ということでまあそんなね下回りでございました。じゃあねちょっと下げてちょっとエンジンルーム見てみましょう。はい、はい、ということでエンジンルームですがね、はい、ここが小舞台たるゆえんですよ。そうですね、僕の中で小舞台シリーズでもね、ちょっと見慣れてきたらあのインプの丸めの時のように、うん、俺の中でもちょっとかっこよくなってきた。一周回ってね、あ、そうそうそうごめんな、インプの丸めのジョリヒットには俺はあの時あれが出た時にマジかよって思った方の人間やったけど、はい、で、はい、まあこれ見ていただいたこのエアダプトダウントレットっていうのが何の熱気を抜くのかって、はい、インタークーラー自体はこの前側にあるわけですわ、はいはいはい、でもここにもうターボユニットがやっぱり気にもして C なので、で、はいはい、ここにも見えるこのタービン見えます、でけーみたいな、なんかでっかいカタツムリ、でっかいカタツムリなんでこれほんまに、で、はい、前に見た K20 はリバースヘッドだったので、うん、後ろ排気だったじゃないの、なんかその前だったのを後ろにわざと変えたっていう感じでしょ。そうだ、 B 型では前だった、うん、で K 型の最初のは後ろにした、はい、そして今度また前に戻ってきた、ホンダっぽいですけど、ね、なぜみたいな、その行って帰ってすんのかって思うやんか、はい、でそれなぜかっていうと、まあ、諸説、まあ、諸説というかいろんな理由はあるんやけど、はい、まず一つがここにこうでっかいなんかあるのが分かる、お、なんか見慣れん、見慣れん、なんかでっかい塊が、うん、触媒です。あ、ここにつくんですか、あのもう今のもうエンジンってもう早めに触媒を温めて、はい、もう早めに触媒が動く始めるようにしないと、うん、もうガス圏通んないのよ。あ、あ、そういうこと？もうそんなに厳しいの。めちゃめちゃ厳しいんですね。もうかわいそう、うん、もう本当にもういいじゃんちょっとぐらいって俺は思ってしまう派なんやけど、うん、でそういう状況なので、ここのところにやっぱ近くに持ってこないかと、はいはい、これをリバース側でやろうとするとどうしてもやっぱ熱害の問題とか、うんうん、まあ、いろんな問題が出てくるので、うん、もうフロント側セクションであのやると少し余裕が生まれて、まあまあ、あとは他にもいろんな理由あると思うけど、ね、まあ、そういう風になりましたと、うん、でいう感じです。で、まあ、基本はただもブロックとかはまあ一応 K 型のまんまだけど、はい、全然別物やけん。あ、そうなんですか。ほんまに、全然別物やけん、ほんまに同じ名前をお前ようほんま使い続けるなっていうぐらい全然別物やけん。あ、そうなんですか。ボアストロークぐらいじゃねっていうぐらい、ほんまに全然違うじゃないですかっていうぐらいやっぱり違いがあるものでございますね。へー、はい、で、まあ、ボンネットももちろんアルミですし、はい、あとは、なんだ、リアゲートは確か樹脂ですね、樹脂製だと思うし、はい、あとは、まあ、ボディ系のところにも分かるかな、うん、見てほしいかな、ちょっと下回りから見えんかったけど分かる、こういう檻がいっぱい入ってる、入ってますね、そう
昔やったらさ、うん、パネルなんかこうペタってくっついとるだけのやったようなやつ。そうですね、大体そう。そう、でも今のやつってそのボディ剛性とかそんなの稼ぎつつで、しかもクラッシュのテストもクリアせない関係、うん、ここのところとかにこういうリブとか結構入れてこう潰れるのがシュシュッと。はいはいはい。で、あとはほらこれなんかもボンネットをポーンってなるやつです。ここがボーンってなるやつですね。上がることによって、はいはいはい、ぶっかった時に人間様がこういい感じに転がれるようにとか、はい、柔らかいってなるように。そう、だからもう本当にこのスポーツカーっていうものを現代で作り続けていくのにめちゃくちゃコストがかかるようになってるわけ、うん、だから高いんだねって。しょうがない、うん、もう作ってくれるだけありがとうね。確かに。そう、まあ、ということでね、まあ、いろんな要素がありますが、じゃあそんなシビックアルファの方をちょっと乗ってみましょう。はい、はい、ということでね、はい、シビックアルが似合う男でございます。それはそうかもしれません。そうやろ、うん、俺とシビックは俺似合うと思うよ。親和性高いです。親和性高い。やっぱ市民やけ。私。でもこの車市民じゃないんですよ。まあ確かに、もうでも、はい、それだけ今の世の中が市民に求めるものが多くなりすぎたんや、うん。まあそういうことですね。だから、うん。だから俺は言いたい。別にシビックが悪いわけではない。確かに。世の中が悪い。その賃金が上がらないのが悪い。そう。そういうこと。もうだけ周りが悪い。もう世界が悪いみたいなもんよ。だけどこいつももともとは本当はシビックでいたかった、だけどそれを周りが許してくれなかったっていうやつで一本なんか書けると思うわ。書けると本がね、はい、ということで、はい、まあメーター周り見ていくと、はい、なんか今メーターなんかねすごいスッキリとしたいい感じメーターってことですね、はい、で、あ、こっちから撮ろうか、はい、あ、最初、はい、もういい感じのこのメーターや。ほんでこれがですね、いいよ、ドライブモードをなんか変えますと。そうするとこれがスポーツモード、うん、なんかメーターがいい感じにくなって、で、これが、コンフォートモード。はい、多分ね、あの、電サスなんで。あ、そういうこと？だいぶ変わると思いますよ。はいはい、ということで、じゃあ、まずね、コンフォートモードからね、ちょっと行っていこうと思いますので。はい。はい、じゃあ、ちょっと行きましょう。はい。で、レッティーン。もう、ハンドリングアシストダメな。後方視界、割と悪い。割と悪い。ハッチバックなんでね。割と悪いですね。でも、なんか、かろうじである、あの、なんか、あの、三角窓が、ギリギリなんかこう。はい、いい感じに、うん、やっているみたいですね。はい、はい、これがコンフォートモードですね。はいはい。まあサスペンションも別にそんなにあの分からんけど、めっちゃ硬いかって言ったらそんなことないと思うな。そうですね。これやったら別にあの奥様あの隣に乗せといても、あ、全然問題ないと思います。デートで使っても大丈夫これ？大丈夫です。全然。大丈夫？はい。ほんま？まあじゃあデートで使おうかな。そしたら。買うんですか？いや。え？じゃああれや、なんかちょっとデートにおすすめ度みたいなのも今後評価していこう。それはね、あれですよ、うん、女の子を実際乗っけんといかんですよ、それ。あ、そういう大義名分で女の子が乗せれる。どうこれ。それまあやっぱ動機不純ですけど、そうですね、まあまあいいんじゃないですか。まあ、ということで、まあ、今乗りながら、コンフォートモードだとなんでそんな軽口が出てくらいぐらいですね、はい、普通でございます。そうですね。エンジンのピックアップもなんかなまら鋭くてこうちょっと乗りにくいっていうことはもちろんないですし、はい、あとはなんだろうか、こうハンドリングとかハンドルの重さとかに関しても、うん、もう本当何の気も使わずに全然乗れるぐらいのレベルですね。普通ですか。はい、普通です。めったく問題ないですね。はい。はい、なのでじゃああんまり問題がなさすぎてもあれなんで、次こい、ここから次スポーツモードにちょっとねしてみましょう。はい、はい、でそうするとなんとなく、あ、なんとなく気持ち、あ、硬くなったな、ちょっと、あ、そうですね、硬くなったな、ね、ちょっと突き上げが来るようになったら、はい、やっぱこれか。しかもハンドルもちょっとシャープですか。重い。あ、重い。あ、しっかり重みが出た、はい、これ、はい、なのであのテンダこうやって入れた時とかにもちゃんと重さを感じるようになった、はいはい、これはあれやな、割と性格が変わるな、うん、ほんまに。でもこれあんまりこうテンダしてもロール感じないですけど、うん、あんまり、うん、ロールを感じ、ほら、もう全然もう全然ベタベタベタって感じや。もうなんかもう吸い付いとんかなっていうぐらい、すごい、もうベタってする。この辺とかもギャップあるやん、いっぱい。あります、あります。ベタってしとるやん、これ。これすごいな。これすごいよ、もうでけとるよ、ほんまに。ほんででさっきのうんちゃらモードってあったじゃないですか、うん、スポーツとコンフォート以外のやつ。あ、なんかインディビデュアルみたいな、はいはい、これカスタマイズモードなんで。あ、なるほどね。どっちかっていうとさっきのメーターはプラス R モードです。あ、なるほどですね、はい、プラス R モード、あ、しました、プラス R になりました。そしたらこれです。デジタルメーターになって、はい、なんか S2 っぽい感じの、あの、そうです、昔の F1 のこれや。あ、そう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 、あ、かっこいいやん、セガの時代のやつ。あ、
さらにプラスアルになるとなんとなくやけど、もっとあレスポンスが違うな。あレスポンスがちゃいますね。これはやっぱこの辺の最近のね、あの車のいいところが、はい、いいとこですね。じゃあ吹き上がりチェック、はい、いきまーす。はい、あばばばばばば、あこれはね、これええよ、これね、はい、早いあばばばってなった。さすがの俺様もあの踏みっぱでシフトチェンジするのちょっとためらったぐらい、あれですね、ちゃんともうフロント書きました。あやっぱり、はい、これあのグイグイステアリングじゃなかったら、あもう結構持っとくんしんどいと思う。しんどいです、うん、ほんまにっていうぐらい、うん、あのパワフルでございますね。なるほど、こんだけパワーあったもいらんで、いらんでしょうこれ以上は、うん、でも FF ハイパワー楽しい、やっぱロマンがあるんで楽しい、ちょっとこの暴れる感じでもハンドルまっすぐ持ってうらって行きたくなる感じ楽しい、ね、ねじ伏せる感じがね。でもう例えばこういうなんていうそのカーブに入っていく時とかなんかも、うん、すごいこうなんていうもうベタってしとるな、うんうんうん、だからもう不満がない。そうですね、これすごいわ、これええ車ですね。これだってええ車やで、もうごめんなコブダイとか言ってもうほんまに俺コブダイ好きやわこれ。あコブダイええなこれめっちゃ楽しい。ちょっとあれやな、このまま持って帰っても、はい、持って帰ってあのちょっといいかなっていうぐらい。これええな、マジっすか。これあれやで、みんなほんまあのもう買えようになるやったら買っとった方がええよほんま。マジっすか、そんな感じですか。いや俺は好き、まあ、メガールとかも好きよ。あ、はいはい、メガールとかも好きやけど、はい、これは好き。もうだってもう一発行こう、よし、はい、ほら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 って書きながら、あーいい、ほらもう最高、早い早い。でしかも、うん、まあターボでしょって思ったやん、うんうん、なん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 か分かんないから、うん、いやすげえいい VTEC 入ったみたいな感じになるから、そうそうそう、もうなんかドバンってくる感じじゃないっすね。そう下からずーっとなんか気持ちよく回る感じ。 そんなもうなんかもうあのなんか分からんよ、昔おじさんがこれターボ車なんでしょやっぱり NA でしょみたいなおじさんがおったとしたら、うん、乗ってみんしゃい。そうっすね、もうめっちゃええだよこれほんまに。でこれね言い忘れてました、はい、オートグリッピングついてます。あズボラな私にぴったりな、はい、ブオーンブオーンってしてくれます。マジ、そのはず、え確か4、あんまや、ほらオートブリップついてる、オートブリップついてます。最高、素晴らしいな。だからこれサーキットでも、うん、もうブレーキに集中めっちゃできる、うん、これめっちゃええやん、めっちゃええ。買おう、買う、いや買えんけど、買えんのですよ、買えんけど買いたい買いたい。いやでもほんまなんかあれやな、あのぜひね、あのほらさっきレガシーで来とった人もこれ待ちって言ったやんか。あ言ってました言ってました。俺全然これほんまいいと思うよ、いいと思います。あの、うん、だから待ち乗りからサーキットまで、うん、だって タイヤも詰めますから。俺これ1台でいいです、うん、本当にって思いました。宝くじ買います。いや本当にね、宝くじ買いましょう皆さん、はいということでね、ちょっとあのよもやま話が長すぎてもう一周してしまったっていう、ちょっと取れ高尺が長くなりましたが、それぐらい個人的なやつ、はい、俺の好みで言ったよ、うん、めっちゃ楽しい、横乗りでも十分楽しいですこれ、うん、ね、うん、なのでぜひね、皆さんもその辺をね感じていただけたらと思いますし、はい、まあもしね旦那さんがこのおもちゃが欲しいんだと、はい、言ってる奥様がいらっしゃいましたら、はい、もうこれは買ってあげてください。そうですね、お願いします。これで済むんで、これで済むんで、これ1台で済むんで、はい、もう奥様もね、あのぜひこれだったらもうおもちゃ与えてもいいんじゃないかなと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい。ということでね、今日はそんなお話でございました、それではね、あの自分の愛車の方をちょっと動画で撮ってほしいというご依頼の方お待ちしております、下回りとねこういった試乗動画の方を撮らせていただきますので、また機会がありましたら皆さんご依頼お待ちしております、はい、それではチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。